一つの勲章だ。てめえら正論の早川京子なめんじゃないよ。ほら根性焼き入れてやろうか。くれ京子ちゃん。お芝居のお稽古をしていたんですねえみんな、はあ、さっきまでボコボコに蹴り倒してたじゃないですか。やだそんなことしてないし。じゃあ京子ちゃん稽古頑張ってね。頑張る。見に行くからね。うん。あけみ空気をばっかり空気を。何のことっすか。ダセーことやってんじゃねえよ。なになに、まぶいお姉さんちゃんか。いい年こいて弱い者いじめとかやってんじゃねえよ。くさらパンチまでまぶかったわ。きょうちゃん、何してんの？わかんない。なんか怖い人たちが急に。え、こいつらを。知らない。知らない？なんで倒れてるのか。あ、この子がやっつけたの。へえ、お前弱そうなのにやるな。いや、僕じゃないっす。そこのスケバン僕がやっつけました。私暴力とか、うん、そういうの絶対に無理だから。だからこういう状況怖い。キョウちゃん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 、泣かない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 で泣かないで、もう怖かったね。もう大丈夫だからね。じゃあキョちゃん行こっか。今日はチョコレートパフェ食べんねんね。まあ一応大事を取って病院行くけど、伊藤に付き合ってもらうから。まあリコは佐川のとこ行ってくれ。そして京子ちゃんたちはガンくれた奴らを締めに行ってくれ。え？三橋さん、そんなこと言ってないじゃないですか。行きましょう京子さん、ボッコボコにしてやりますわ。ガンくれたやつを締めにじゃなくて、ガンダムを締めくくりに見に行こうって。京ちゃんガンダムも好きなの？大好き。じゃあさ、じゃあモビルスーツは何が好き？え、モビルスーツはマジンガー。何それ、全然俺知らないんだけど。何それ。行きますよ京子さん。京ちゃん京ちゃん京ちゃん、バイバイ。こんなことしてる場合じゃねえっす。殴り込まれてるんすよセーラン。あー、よかった。伊藤さんが坊主じゃない。当然そう簡単にこの髪型はやめらんねえよ。安心しました。南高の人がみんな坊主になってるって聞いてツンツンしてる。ツンツンしてる、うん、おっか。あ、じゃあいつものツンツンする。する。する。うん、ツンツン。早く頭の強化さんいねえとこっちがどえらく血見ることになりますから。血を見る？普通に怪我をしたら血は見るものでしょ。早く戻ってぶっ殺しますよ奴ら。ケミさん、汚い言葉は目。目。私そんな怖い戦いの場所に行っても何にも役に立たないよ。行きますよ。こんなことしてる場所ないんですよ。
いつも軽く30人くらいぶっ殺してるじゃないですか。伊藤さん見えなくなってから言え。それではごきげんよう。一年が女番長。大丈夫ですか、莉子さん。伊藤さん、伊藤さん、しっかりして。あ、キュウちゃん。あ、そういえばデート。全然待ち合わせ場所に来てくれないから。ごめんね。あのごめんごめん、キヨちゃん。デート、デート行こう。でもこんなに血だらけで。あ、私血とか怖い。怖い。見慣れてるじゃないですか。あ、保健室行こう、莉子ちゃん。どうだ、さっきの私可愛い女 100% だっただろ。全然っす。もろもろバレまくり。嘘だろ。